はい、どうもこんにちは。今回はですね、左投げの球速が出ない理由の一つに、心臓の位置が違うからという、理由があるという話をさせてもらいたいと思います。皆さん、左投げって球速、右投げに比べると出にくいですよね。やっぱりこう、プロの選手なんか見てても、やっぱ右投げの方が球が速い選手が多いと思うんですよ。で、その理由の一つに、実は心臓の位置が違うからっていうところが考えられますので、そこをですね、まあ、トレーナー視点で解説していきたいと思いますので、よかったら最後まで動画をご覧ください。まずですね、前提なんですけれども、やっぱこう右投げのピッチャーで言えば、大谷選手とか、佐々木朗希選手なんかですよね。その2人なんかはやっぱり右投げで背が高くて、で球速が速いっていう感じですよね。そういう選手ってやっぱり、プロ、まあ、それからアマチュアの選手を見ても、やっぱ右投げの投手の方がやっぱ球速が速い選手って多いんですよ。でこれってなんかたまたま右投げの方が速いとか、それから、やっぱ右投げの方が、もちろん数が多いので、右投げの方が数が多いから、その中で、やっぱこう、選ばれた選手っていうのが、球速が速い選手が生き残っていったみたいな、そういう、なんですかね、生き残り理論みたいな、っていうところもあるかなと思うんですけど、実はですね、解剖学的に、右投げの方が球速が出やすいっていう根拠があるんですね。なので、ここは、今回ですね、そのところを解説していきたいと思います。ですが、メジャーで見ると、チャップマン選手っていると思うんですけど、チャップマン選手左投げですよね。まあ、これは正直例外だと思います。例外というのはどういうことかというと、基本的には解剖学的には左投げの方が球速は出にくいにもかかわらず、チャップマン選手は、球速を出しているというところで、なのでその例外というところになってくるのかなと思います。なのでチャップマン選手が、体がもしかしたら右投げに近い構造をしているのかもしれないですけども、そこはこう中を見てみないとわからないところなので、今回は省略させてもらいたいと思います。では、題名にも載せさせてもらいましたが、やっぱ心臓の位置が違うというのが大きな理由の一つになっています。皆さん、心臓の位置は左側にあるというのは、知ってますでしょうか。まあ、左側といっても、中心よりやや左側にずれているというぐらいで、まあ、ど左にあるかというとそうではないですね。真ん中よりもちょっと左にずれているというぐらいの形です。じゃあその左にあることによって何が変わってくるかというと、まず近いところで言うと肺の大きさが変わります。心臓がやや左にずれることによって、右の肺の方が大きくて左の肺の方が小さいんですね。なので、普通に、何も意識しなくても普通に呼吸してるだけだと、基本的には右の肺の方が大きいので、右の肺の方が大きく動いて、左の肺の方が右に比べると小さな動きとなっています。で、この肺を動かす、メインの筋肉は、横隔膜になりますので、横隔膜が、右の方が、よく動くということになります。なので、横隔膜が右の方がよく動く、よく使うため、横隔膜も右の方が大きくなっています。まあ、これはまずそもそも、右左、人間の体は左右差があるということですね。心臓が左側に寄っていて、肺が右の方が大きい、左の方が小さい。そして、その肺を動かす横隔膜が右の方が大きくて、左側の方が小さいというところが、まず一つの理由です。で、ここだけだとまだ、そこまでですね、強い根拠にはなってこないんですけれども、続いてですね、横隔膜とそれから大腰筋の関係性が考えられます。横隔膜は先ほども述べたように、呼吸の時に使う筋肉です。で大腰筋とは、腰椎、腰の骨から股関節にくっついている筋肉です。主に股関節を曲げる作用がある筋肉です。でこの横隔膜と大腰筋って、つながってるんですね。まあ、起死といって骨にくっついている部分が同じなので、横隔膜と大腰筋は、くっついていて連動して働くようにできています。そのため、右の横隔膜が、よく働く、よく動くことによって、右の大腰筋も、よく動くというか、まあ、よく使われるようになってきます。よく使うので、右の大腰筋の方がさらに発達しているということが、言えます。なので人間はですね、基本的には右の、大腰筋の方が大きくなっています。そして右の大腰筋が働くことによって、右の股関節を動かしやすくなってくるということが考えられます。なので基本的には人間はですね、右を動かす生き物なんですね。まあ、左軸、まあ、左が逆に言えば動きにくいので、左を軸にして右で動かす、右で体を動かすというところが人間の体の構造になっています。よくですね、
まあ、野球にしろ、陸上競技にしろ、左回りのスポーツが多いですよね。野球の、バッターが打ったら一塁に走って、そこから二塁三塁ホームに帰ってくると思うんですけど、これって上から見たら左回りですよね。で、なんで左回りかっていうと、たまたまではないんですね。陸上も基本的には、左回り、反時計回りで、走るスポーツじゃないですか。それなんでそうなってるかっていうと、人間は左回りの方が走りやすいからなんですね。これはですね、なんでかっていうと、やっぱ左の方が、左足、左半身の方が動きにくいので、左半身が軸になって、で、右足で地面を蹴る方が得意なので、右足をよく動かすと。そうなると、基本的にはやっぱ左に回りやすくなるんですね。左が軸で右で蹴るので、左に回りやすくなると。たまにね、ある人がですね、左、周りが多いのは、北半球だからだみたいなことを言ってる人も中にいたんですけど、じゃあ南半球では右回りが回りやすいのかっていうと、そんなことはないので、その北半球と南半球で変わるっていうことはまずないですね。人間の体の構造が、左右で違うからということになっていきます。で、さらにですね、さらに説明をさせてもらうと、右の、胸郭が下がることで安定しと書かせてもらったんですが、基本的には横隔膜や大腰筋が右の方が発達することによって、横隔膜や大腰筋は胸郭を、下に押し下げる作用があります。なので、右の胸郭は下がりやすくなるんですね。で、逆に言えば左の胸郭は上がりやすくなります。で、これでどんな、違いが出てくるかというと、右の胸郭が下がるとですね、土台となる肋骨が安定するんですね。やっぱりどうしても肋骨が浮いてると不安定になって力が発揮しにくくなるんですが、横隔膜や大腰筋が働くことによって、胸郭、肋骨が押し下げられ、土台となる肋骨が安定します。そうすると、この前鋸筋と呼ばれる肋骨から肩甲骨にくっつく筋肉があるんですけれども、その筋肉が、土台が安定することによって働きやすくなります。で、この前鋸筋が働くとどうなるかというと、肩甲骨を外側に広げて、肩甲骨を上に向ける働きがあります。そうなると、肩甲骨が外側に広がって上を向くことによって、ボールを投げるとき、リリースをするときに力が伝わりやすくなります。なので、この力が伝わりやすくなることによって、右投手の方が球速が出やすくなるということが言えます。まあ、横隔膜や大腰筋が働いて骨盤や肋骨が安定し、その骨盤や肋骨が安定することによって前鋸筋が働きやすくなって、胸郭から、腕への力の、伝わりが良くなって、球速が出るということが考えられます。なので右投手の方が球速が出やすいということが解剖学的に、明らかになってるんですね。では、左投手はどうしたらいいかというと、左投手は右投手に比べると、逆になるんですね。なので、右投手は、左の、胸郭が安定しやすい、下がっていて安定しやすかったんですが、左ピッチャーは左の胸郭がどうしても上がりやすいので、前鋸筋が働きにくいんですね。そうすると、やっぱ胸郭が上がりやすいので、前でリリースしにくく、ボールが抜けやすくなってしまうんですね。なので、左ピッチャーの方が球速が出しにくいということが言えるんですね。じゃあどうやったら左投手が球速を出すことができるのかというと、左投手は右投手に比べて胸郭が浮きやすいので、左の脇腹を締める、左の横隔膜や左の大腰筋をしっかり使えるようにするトレーニングを右投手に比べて多くやる必要があります。例えば腕立てだったりとか、左の脇腹を締めるような体幹のトレーニングですね。腹斜筋を鍛えるようなトレーニングですね。そういったトレーニングをたくさんやって左の肋骨が浮かないようにするということがとても重要になっていきます。そうすると左の肋骨を締めることによって前鋸筋が使いやすくなり、胸郭の、体幹胸郭の力が、腕につながりやすくなってくるということが考えられますので、そういったトレーニングを左ピッチャーは右ピッチャーに比べてより多くやるようにしてみてください。で、右投手は、気をつけなければいけないからどんなことがあるかというと、右投手は逆に言えば胸郭が下がりすぎて固まりやすくなってしまうんですね。で、胸郭が下がって固まってしまうと肘が上がりにくくなります。胸郭が下がっちゃうので、
実際にこう投げるときにはしなりを作る必要があるんですが、しなりにくくなるんですね。そうすると肘が下がって、肩や肘の負担になってしまいますので、右ピッチャーは左ピッチャーに比べてより胸郭周りのストレッチをやる必要がありますので、右ピッチャーは特に、胸郭周りのストレッチを多くやるようにしてみてください。まとめです。まとめでは、右投げと左投げは、右と左で投げる方が違うというだけではありません。体の構造が違うので、右ピッチャーの真似を左ピッチャーがしてしまうと、体のバランスが崩れてパフォーマンスが落ちてしまう原因にもなってしまうので、基本的には左ピッチャーは左ピッチャーの投げ方を真似するのがいいかなと思います。なので、しっかり体の仕組みをよく理解してですね、左ピッチャーはどういうところを鍛えたらいいのか、右ピッチャーはどういうところを柔らかくしたらいいのか、そういった部分を理解した上でトレーニングを行っていくとよりいいかなと思います。以上で今回の動画はおしまいにしたいと思います。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。